火事があったのは苫小牧市緑町1丁目のアパート前に駐車していた乗用車です。午前3時ごろ、住民からタイヤ付近から火が出ていると通報がありました。この火事で車は左前部のタイヤ付近を中心に燃えたほか、隣に駐車していた車の一部も熱で溶けたということです。怪我人はいませんでした。窓から、なんか炎みたいなのが見えたから通報した感じですね。左のタイヤから炎が上がってたのを確認したって感じです。警察は周辺に火の気がないことから、不審火の可能性も含め調べています。